この問題を内閣府に告発した弁護士は、堺市は他の選手へのパワハラなど他の告発内容について答えていないと批判しました。内閣府の方でただ単に伊調選手に対するパワハラだけを問題にしているわけではないので、別の問題については私は謝罪をしないということになるはずですので、その意味でも到底許せない謝罪会見だと思いますね。